を覚えていますか？母がなぜ徳島に越してきたのか、私はその理由をずっと考えてきました。なぜ眉山の見えるこの地でなければならなかったのか。母はあなたを忘れませんでした。少しかかるかもしれないな。篠崎先生、早く行こう。お父さん、あなたはまだ母を覚えていますか？お若いの、お待ちなせ。やい若造、てめえ一体誰に向かってそんな小生意気な口を聞きだい。いいか、こちとら江戸っ子だい。さくらん？お母さんがさくらんって、それどういうことですか？私は人呼んで神田のお竜。枯れ果てたババアになったって、生きが命の女でい。ボケちゃったとか言うんじゃないですよね。今言ったね、あんた。やれここがいて、あそこがいて、ああしろこうしろ年寄りってのはうるせえもんだ。だけどすぐにベッドは開くんだから、ほんのちょっとの辛抱だ。言いてえことは言わせておけ。なんちゃって。いやさ、そのお嬢さんにそう言いなすったね。いつもの癖？先生と看護師さん相手に啖呵切った。そりゃてめえらは患者なんざたかが飯の種だと思っているかもしれねえが、どっこいこちとら生き物だ。ババアと笑うは勝手だが、命への敬意も年寄りへの感謝もなく、てめえ一人で生きて出世してきたような面は見苦しったらあらしねえ。悔しかったら今度の点滴に毒でも何でも混ぜるがいいや。他の一つも切りたくなるのが人情でございます。私ども患者は何と言っても先生方や看護師の皆様方が頼りでございます。どうかどうか、この世に生きる者同士、命の重さは同じとおぼし召し、あそこにいるおきれいなお嬢さんやどこぞのお金持ちをエコ引きすることなく、貧乏なババアどもにもお慈悲をおたれになり、平等に平等に病人どもをお見立てくださいまするよう、ひろにひろにお願い申し上げます。この娘ですけど、病室は河野さん209号室です。すいません。おやお嬢、お出ましだね。お出ましじゃないわよ。一体どういうつもり？声が大きいよ。あんた、皆さんにご挨拶は？あのね、皆さん、この子うちの娘咲子って言います。
年は食ってて、なりは大きいけど、何にも分かっちゃいないの。よろしくね。母さん、怖い怖い。恵子さんから聞いたのよ。病院の先生と看護師さんをお母さんが怒鳴りつけたって。一体どういうこと？看護師が陰険なのよ。陰険？お医者にばっかり色目使って。横目で点滴の針刺すもんだから痛いったらないの。だから痛いって言ってやったんだ。いくらお医者がいい男だからってお医者ばっかり見てるんじゃないの。お客をちゃんと見てお仕事しなさいって。お客？私らお金払って入ってんだからお客でしょうが。私なんざ若い頃勤めたお座敷ではそりゃ好き嫌いもないわけじゃなかったけど、お客には人しなみに愛想よくしたもんよ。それがお商売でしょ。それなのに看護師が医者に告げ口して言うわけよ。先生、私もう勤まりません。209号室の河野さんが怖くって大部屋には行けません。みんなちょっと胸がスッとしたんよ。確かにあの看護師さんなんや感じようないけんな。そやそや。ほらね、味方してくれる人だっているんだよ。あんただけだよ、おでこに青筋立ててるのは。あ、こんにちは。あ、さっちゃん。恵子さん。出たよ、おばきゅうが。おばきゅうで悪かったな。疲れたやろ。飛行機で来たん？すいません、ずっと母のこと任せっぱなしで。いい、仕事忙しいんやろ。花の東京の OL さんやけ、自慢の娘さんやもんな。ねえおたつさん。ちょっとこれ帰ってくるわ。母がご迷惑をおかけしまして本当にすいませんでした。これ皆さんで。こちらこそ不快な思いさせてしまってすいませんでした。本当に元気なお母様でいらっしゃって。どうも。すいませんでした。どうなん？ 2,3 日ゆっくりできんの？会社に電話してみてそれからですね。あ、忙しいんやな。はいはいはい、はい、どうぞ。どうぞどうぞって、うちが言うのもなんやけど、いい店でね、流行ってたよここ。おたつさんいいおかみさんやったけんな。うち一人でもしばらくは店続けてみようかと思ったけど、やっぱりな、おばきゅう一人じゃ店は持たんわ。おたつさんがおってくれんと。飲む？いただきます。どうも。本当にすいません。お店の片付けから入院の手続きやら全部恵子さんにおんぶに抱っこで。うちなおたつさんが好きなんよ。ほなけおたつさんのそばにおるんは全然苦にならんの。あれでお母さん大部屋では人気もんなんよ。どどいつ歌えるしな、明るうてにぎやかやし、みんな退屈しとるけんな、お母さんみたいな人がおると楽しいんよ。他人にはいいかもしれないけど、身内にすればたまったもんじゃないですよ、ああいうの。本当に母は昔からなの。独善的で自分が一番正しいと思ってる。言いましたよね、私が就職して仕事にも慣れて、さあこれから親孝行ができるって思った矢先に突然言い出したんですよ、徳島で暮らしたいって。母一人子一人なのに何が悲しくて離れ離れに住まなきゃいけないの？いくら言ったって聞きやしない。大体なんで徳島なのよ、生まれも育ちも東京の人が、馴染みの全然ない、そんなど田舎で。ごめんなさい。ああ、いい、ほんまに田舎やけん自慢できること言うたら人形浄瑠璃と阿波踊りくらいやけんな。今度だってそうですよ、
ちょっと言い悪くしたから入院するわ。全部恵子さんに任してあるから、あんたは当分来ないでいいからって言っときながら、そのくせあんな騒動を起こして。まあまあ、娘にしたら心配やろうけど、あんまり詰め通せんとお母さんのそばにゆっくりおってあげない。まあそのつもりですけど。お達さんも人の子やけんな、病気ん時はあれで弱気にもなるし、うちには言えんけん、娘のさっちゃんにしか言えんこともあると思うよ。肝臓がんの末期。はい、しかし肝臓原発のがんではありません。この画像で見ると分かるんですが、中央部が黒く抜けてリング状に白く染まるのは転移性肝腫瘍の特徴です。それが左右両様に多数散らばっていますので、肝臓だけを見てもとても切除など考えられる状態ではありません。すいません。え、大丈夫ですか？母は知ってるんでしょうか？気づいてはいらっしゃると思います。お母様は6年前も胃がんをきちんと受け止めておられましたし。え、今なんて？2001年にお母様は東京の病院で手術を受けられた後に、そこの紹介状を持っていらっしゃいました。かなりの進行がんでしたから、うちの病院でさらに2年間化学療法を継続しました。2001年ってもう大丈夫だと思っていたんですがね。いいね、私のような東京の人間でも毎年夏が来て、このお囃子の音を聞くとザクザクするよ。お母さん、ん？喉渇いてない？お茶入れようか。今飲んだとこ。どうしたのさ？落ち着かないね。うん、ちょっと会社のことも気になるしね。そりゃそうだろうよ。とっととお帰り。仕事は女の舞台だからね、あんまり長く開けてちゃいけないよ。大丈夫よ、今はそんな忙しい時期じゃないし、会社に話してちゃんと休みもらうから。ダメだよ、いい年した女が母親にべったりくっついてるようじゃ。私のことは恵子さんが見ててくれるから。私が見たいのよ。私だって少しはお母さんの世話がしたいのよ。娘だもん、当たり前でしょ。なんか喉渇いてきちゃった。冷たいものを買ってくるね。